はい、こんにちは。当選権ですね、丸1日が経ちまして、とりあえず、プロテイン3食と鶏のささみ、それからブロッコリーと野菜ジュースですね。であとは、BCAA と BCAA とあとアミノ酸と、まあ、そこら辺サプリメントかな。で、まあ、一応昨日筋トレした半分させたんで、やっぱりまだ少しちょっと筋肉の硬直というか、ね、まだこの張りは十分に残ってます。でもすでにですね、やっぱり1日糖質いただけでね、今日ちょっと昼間かな、やっぱりちょっと低血糖になってると思います。ちょっとフラフラするぐらいな感じでした、ね、であとはちょっとまた自分は明日とかも時間があれば有酸素運動も少し入れてですね、ちょっとまた究極の脂肪燃焼を図っていきたいなと思ってるんですけど、多分おおむね今の自分だったら、多分まあ1週間もやれば、まあ、糖質ポケットは空になって、糖質ポケットが空になってから脂肪燃焼が始まるので、ある程度ですね、このタイミングが来たら一気にバコンとこれの脂肪も落ちるんじゃないかなと思います。でちょっとね、びっくりだったのは、最近全くお酒抜いてなかったんで、まあ昨日ちょっと久しぶりに酒を抜いたんですけど、夜ね寝るときにやっぱりなんだろう、ちょっとやっぱ体が過敏反応するんだろうな、なんかね寝汗が半端なくて寝つきが悪くてですね、多分一生懸命体がアルコールを摂取して悪い睡眠、良くない睡眠をとってた体が、まあ、今度逆にその緊張がなくなって多分脳みそが驚いてるんだろうと思うんですよね。まあちょっとこれ自分の持論ですけど、でもただ本当に寝つき悪くてですね、ちょっと今日は寝不足気味です。ということで、1月の今日は23日、あ、もちろん2月、今日はですね2月の23日、体の変化こんな感じです。まあ、一気にガンガン減らしていきたいと思います。ではでは。